皆さん、どうもどうもよろしく、私、トラゴン TK です。ではね、今回も、エンちゃんとアームやっていこう。では行こうと言ったら先に出てきたよ。飛び出した瞬間に出てきた。びっくりした。ちょっとさ、行ってないところでなんかちょっといるよな。ちょろい相手よね。出てくるかなぁ、思って。出てきた。出てくるかなぁ、思ってさ。出して。さあ、はい。ワープするわ、ワープする。全然出てこない。行こうよ、先に出てきたから。ちょっと、びっくりしたっていうか、ほんまに。あ、出てきたんや。出てこん時もあるからさ。びっくりした、さすがに。お、いや、これはここでちょいと、稼ぎたいよ。金を。終わるかやな。いや、あかん。取り始めてんから、やっぱやらんとね。じゃあ、行こう。いろいろね。どこに何があるかわからんし。何ここ。なんか石ばっか。石ばっかやろ?やろって、石ばっかやで。やろって、ちょっと。大丈夫ですかやね、俺。何ここ、ほんま。なんもね。マジでなんもね。いや、待って。いや、ほんま何も出てこへんねんけど。え?あそこで一回出てきただけやけど。え?何これ?え、大丈夫なの?あ、動かす。あ、これ絶対あれやろ。ん?え、何?あ、そういうことな。絶対あれやろ。あ、なかった今回。あ、なかったわ。震えるかな思ってんけど。あ、じゃあ、え?あ、なんか、ちょっと待って。ちょっと待って。いや、待って。今ちょっと下行きたい。ちょっと待ってください。なんか下行けたからさ。なんか降りれたからさ。ちょっと降りるわ。絶対なんかあれやろ。絶対なんかあれやろ。これ行けねえからって、あい!出てくる。出てくる頻度はまあ落ちたような気もせんでもないけれども。何これすごい、なんか初めて見る敵が。ちょっと憩いなく。マジで憩いでなく。ダメージ切れ出しですね。なるほどね。緑炭素、うわぁ、やめて、そういうの。やめて、そういうの。あ、ナイス。マジでないっすね。行くよ、終わり。ほんま、いい声で泣く、ゴーレム。いいね。素晴らしい。素晴らしいのか。いや、素晴らしい言ったらあかんよね。この先なんかあったりすんのかな?いや、なんかあるかな?思ってさ、降りてきてんけど。いや、なんもないやんか。マジでこれないやん、なんも。降りた意味ね。降りた意味ね。ちょっと待って。いや、何かあるかな思って降りてんけど、全然何もないやんて。あ、まだ。あ、びっくりした。ちょっと。さあ、やあ、遅い。あ、これ、ゴーレムか。でも、すごい、犠牲っぽい感じの。声が聞こえたからさ。あれ?向こうなんかある。え?いや。これあっちに行くパターンやろ、どっかで。どっかであっちに行くパターンあるやろ。あっちから来れるってことはやな。どっかから向こうに行けるってことやわ。それやわ。ほんまそれやわ。こっち動いてないんかい。動いていないんかい。こっちは?え、上に行ってるけどずっと。え、大丈夫なんそれ。降りよ、一旦。
一旦降りよう。な、それでさ、やべ、向こうにもなんかあるって、あ、行ける。こっちから行ける。ちょっと待って。いろいろ行きたい。いろいろ行きたい。欲が出てきたよ。うわ、すげえ、4匹も出てきた。ゴーレムが。よし、はい。ほら、やっと。ナイス。オッケー。あーか、これは。ちょっと、あー。待って、あ、痛い。痛い。あー、死んだー。あー、死んだー。よし、ナイス。スタミナ合わせれば問題はない。まあ、アツマはね、VT 結構多いから。OK、ナイス。9000、半端ね。行ってないところあると思うんで、ちょっとさっき行ってみますけど。で、あ、ゴーレムね。コア持ってるゴーレムね。いや、違うかった。危ねえ。ゴールド？え？三柱の守護者が一人。ゴールドスークバット。イニシエの戦の時代より、1000人の長きにわたり、神の結晶を守る者だ。神の結晶？神の結晶とは、イニシエの昔。作り出されし、魔導金属。それを力ある者に受け継ぐことこそが、主より授かりして我がコマンドぞ。コマンドっていうのにな。まあ、ゴーレムやもんな。神の結晶を欲するのならば、力の明かしてる神の武具を持ってくるがよいわ。わかった。そうする。どっかやるんやろね、それ。こっちは？何もないやんか。まあ、戻ろう。なんか確か上に行けるとかあったよね。なんかね、昆虫とか動物もそうなんですけど、人間もそうなんかは知らないけど、上に登りたいっていうね、よく出てくるんですよね、こういう高いところがあったら。俺、まあ、人間はちょっと違うかなと思うんやけど、あの、昆虫とかね、カマキリだったりとか、なんか、あ、こっちやってるっぽいぞ。こっちやってるっぽいぞ。でもちょいちょい探索もしたいよ。バッテリーっぽいけど探索もしたいよ。お、一発で倒した。すっげえ。ヘボ相手。ヘボ相手。ちょっと待って。このメガリタンソンってどうさ。ほんまそれやね。おしゃい。どうぞ。あ、はや。あ、はや。SP 半端ないよ。レベル40いってるから、結構。え、なんか、え、よし、まあ、回復はさした。ねえライガー、道が通じてないみたいなんだけど。厄介な侵入者を拒むため、この塔にはさまざまな仕掛けがあります。さまざまな仕掛けがあると。エーテルを込めねば道が開けぬようになっているのです。なるほど。先に進むためにはエーテルを集めてエーテル注入器に入れればいいわけね。なるほど、そういうことね。エーテル注入器は3つあるから3つ取らなあかんのか。そういうことか。いろいろ行かなあかんってことか。まあ、これで終わらんでよかった。終わったらそれでどうしようって思うけどね。え、そんだけですかっていう。まあ、それはまあ置いといて、まあ多分、あそこから行くところでしょうね、あるのはきっと。きっとあるのはこの先でしょうね。ああ。ああ。まだ俺切れてなかったよ。これあるやろ。これあるやろ。震えるやろ。いや、リゼロちゃうよ。リゼロ違うよ。ちょっと言ってしまったけど。リゼロ技術ちゃうよ。にしてもね、結構、この中でのタブレットの回収率が半端じゃない。うん。いいところよ。好きなところよ。
何や今の攻撃何いよいしょいほらよっとおお終わったほらねタブレットさ1440増えるやんか完全にさここでゴーリウム強化していけよっていうことじゃね絶対そうやんなゴーリウム合成できるんじゃねなんかプリルコットンできるわプリルコットン、プリルってプリルやんなおお、かわいらしいかわいらしい、ちょっとロリコンかって言われたら違うけどね、うん、健全な男性ですよそういうところ言うかいこっち来たったけどさ向こうにも行くとこあったやんなひとまずさっきそっち行っていいかないや、こっち探索してから行くか何ここほんま待ってちょっと怖いんやけどこれ途中でさええああえ降りるうわこれこれあかん俺これ苦手かも動かすロイ君あこういけるのかえでやろほんまこっちにも行けると。なるほど。いろいろ行けるね。ちょっと降りよう。やばい、これマジで分からへん、俺。あ、行けた。あ、どう、危ない、危ない。ここで来るんかい。ここで来るんかい。おー、怖い。やめてよ、ほんまもう。びっくりした。まあ動かそうもうないよなないよなもうなえ戻ってきただけですけど戻ってきただけですけどえ戻ってきただけああ出てきたちょっと待ってえ戻ってきただけやってこれ待ってマジで待ってあかんすぐに倒してあげるわあかんちょっと待ってマジでちょっとこれあかんわ遅いよいしょいこれはあかんぞどうしよう気分いいねとりあえずマイナス25やんかもういややばあの時嫌いやわいろいろさせられてさ絶対これまたクリアだあその前にまたよかったそれによかったと思えたてかそれ以前にさこれどうしたらいいのここ向こうは行かれへんのよなこれ分からんわほんまこれは分からんほんままずひとまずまた上行くわちょっとほんまに分からんからさうんでひとまず戻ってきた次ちょっとここ行ってみようでこれでどうなるあれああ動かせこいつだっておおまくんのかいちょっとびっくりしたあこれはあかんマジでびっくりしたよあ絶対はうんこいつ戦っていこうコア入れるはずやからコアを取っていこうお2匹あっちょ2匹か 2匹だけかな思ったらお水よあっちだよね結構強いよな関節には強いんだなそんな気がなんとなくするうわ結構痛いああ勇気やばいああ死んだ勇気ああ勇気死んだおーしゃいちょっとよいしょいオーケーあと一匹
ない。癒しの力。よっしゃ、癒しの力で。元気出してもらって。で、オッケー。うわ。今獲得経験値1万いってたよ。ラピスマゲラコア。へえ。もう来へんよな。来へんよな。オッケー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 。こっち来て。8000タブレット。いやー、素晴らしい。で、向こう行けんのかな、これは。無理でした。じゃあ戻りましょう、一旦。なるほどね。こっから行くところに、あ、ルバキア、じゃあ出てきた。あ、出てきた。台座に乗ってるときはね、出てこないんでね。まあ、それ、ちょっとできるだけ早く動かしてやっていきたいかなと思います。いいですね。あ、でも、それもいいね、なんかしなくて。アツマ、相性がいいかな。いや、一ターンで終わったよ。一ターンで終わったよって。向こうは何もないね。で、こっち側は、よいしょ、下行こう。うわ、いろいろ、次はぎ、ん？あれ？ちょっと待って、あー、ちゃう。違うよ。ちゃう、いいとこやってもうた。ちょっと待って。動かす。ああ、よかった。ひとまず、こっち行って、やっぱ来る。やっぱ来る。来るから、また。来るから、また、ほんまに。おら、ベンダー注入。ベンダーの注入、結構しんどいよ。お、ルイカ専用のメガスラッシュ。お、メガスラッシュいいんちゃうの？スキルちょっと取って、続けていこう。習得、スキル、メガスラッシュ、無属性の強切り。うわ、強っ。強っ、これ。あ、ちょっと待って。スキル、まあ、これで、メガブレイドやろ？メガアースシェイクよりも、メガスラッシュの方が断然いいと思えた。まあ、ハイアースクラウドはね、これは結構使えるんで、これはね、スノーマーにやっておきたいと思います。では次行きましょう。まあ一応ね、EP の消費カットのやつもつけてるんで、だいぶね、EP が切れることはないと思うんですけど。で、向こうやろ。え？ああ、そういうことか。あかん、これは。行かれへんぞ。どうする？どう行く？なるほどな。なんとなーく行き方は分かってきた。一旦ちょっと戻りましょう。最初、行ったところに出て、なんかせなあかんねん。きっと。ここね、ここ。で、どうにかして、動かして、これで、ひとまず、だいミスった。ミスった、ミスった、ミスった、ミスった。で、これで、ちょっと待って、ここに来て、あ、こうやば、来た、これ来た、あ、これ来たわ、これ来たわ。うん。
こうで、で、こう行くやろ。あー、ちょっとちょっと、ほみれ。ちょっと油断してた。油断してた、油断してた、油断してた。ちょっと待って。よいしょい。おい。デジタル的だ。で、これで、向こう行ってないから向こうかな。で、なんとなく思う。で、ここ上行けば、おっしゃ、取れた。よっしゃー、1個目ゲッツ。エーテル取るの結構これしんどいぞ。これ、絶対来るやろ。絶対来るやろ。どうや？絶対来るやろって思ってる時にかけてこへんのよな。もう戻りましょう。1個目ゲットですね。じゃあ2個目行きましょう。2個目はあっち側行ったらいいんちゃうかなっていうね、気がするんで、行ってみましょう。うわぁ、怖いわ。ほんま怖いわ。いや、行けるわ、こんなん。いや、俺無理やわ。ごめん、俺無理。どう、どう出てくるのね。オッケー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 。1個するだけでも結構きついんでね。ここら辺はちょっとカットしてみます。その策だけはまあそのままやっていきたいと思います。行くぞ。まあ行ったことないってことなんですけど、それはまあ置いておいて、で、水やか、水や、そのあとにちょっとできるところはホットしていこうかなというふうに思います。なんせね、結構エンチャントアームのその数がね、うん、結構多くなってきてるんで、ん？あ、お、え？え？降り、あ、降りる、あ、降りるんか。あ、降りるのね、これ。全然気づかんかったわ、それ。まあ、ここで一旦降りて、こっちには何もない。あっちは？いや、なんかありそう。なんかありそうやって。ちょっと待って。なんかあるか？いや、ないような気が。ないような気がする。まあ、とは言っても、カトルになってると思うけどね。うん。いらんところはカトルは、キッと伸びていかんとね。全範囲が、全範囲ではなかった。全範囲に敵の攻撃が及ぶ。何かある？あった！ああ、こっち、これか。よいしょ、よいしょ。結構怖い。結構怖いよ。まあ、カットのってるところは多少あると思いますけどね。ああ、なるほど、これでまた降りていくというパターンか。あ、じゃあ間違えた。あそこやな。あそこ。あるからさ。きっとあそこやと思いますよ。うん。まあカットしていくところは していくよ。やっぱ省いていかんとね。うん。で、まあやっていくんやけど。よいしょ、ここで降りる。うん。行くところはないよな。オッケー。この先やわ。一旦ちょっとゴーレム合成できたらしたいなっていう。まあ、できへんか。しょうがないわな。スキル購入。メガフロー。メガフレアブロー。これ買えるやんか。買っていこうで、獲得経験値。プラスにかけるに。いや、いいね。移動範囲拡大。え？うっそ、マジ？やばくね、それ。
攻撃範囲の狭いキャラクターに特に有効なスキル。いや、めっちゃええやんか。うん、まあ、これ欲しいけれども、欲しいけれども、タレントはあかんから。ひとまず今回はまあ、置いといてそこは。集まって勇気を使っていこう。よし、ちょっと取っていきましょう。アツマ習得スキル、メガフレアブロー、で、メガエアロペイント。で、装備で、スキルで、はい、エアロショットやったから、メガエアロペイン。に変えておこう。で、これはメガフレアブローやから、フレアブロー、はい、フレアフォース、フレアフォースではない、メガブロー、メガブローと変えとくか、メガスタンプビートあるからね、あっちに。メガフレアブローと変えとこう。じゃあ、先進んでいきましょうといったところでね、まあ、今回はここ、2個目のとこ行く前に、一旦ここで、終わりにしたいと思います。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。